にまたノンホイパーク2日目ね。2日目だけど天気がちょっと悪いね。でも今日はライオンの餌隠し、なんとかネットでクリック合戦で予約したんで行ってみましょう。まだか。はい、もうすぐ入園時間な。9時ね。9時すぐに始まるからね。暴風警報だって。ありがとうございます。なんか入っててもいいよ。あ、そうですね。じゃあ受付済んでこれを首にすんのか。すごい風。ゾウ長。ゾウ長。じゃあ出発しましょう。雨ギリだな。雨勘弁してほしいわ。おはようございます。これライオンとこ。おはようございます。今日はですね、こんな天気の中ですけど、お越しいただきましてありがとうございます。飼育員が行う環境エンリッチメントのですね、お手伝いをしていただきたいなと思ってます。環境エンリッチメントって何なのってことなんですけど、動物たちを幸せにする具体的な策のことになります。動物さんが採掘しない、大きく今日3つ手伝っていただきたいなと思います。1つ目はですね、こちらの大きなお肉があります。これはちょっと見えるかな。よくクリスマスとかで食べる大きな鳥の丸のお肉になるんですけど、これをですね、あちらに穴があるので穴に隠します。そしてその前を土の山で隠すんですね。スコップを掘って山を作るのをですね、手伝っていただきたいなと思います。もう一つがですね、皆さんにこの一組一つずつですね、馬肉を隠してもらいたいなと思います。ライオンが気づくこともあれば気づかないこともあるので、皆さんね、お好きな位置に隠してみてください。あとはですね、この麻袋にチモシー、これ新品のチモシーとちょっと匂い付きのエランドの匂いがついたチモシーもあったりするんですけど、今日は新品のチモシーをですね、まだお客様に入れてもらいたいなと思います。行きましょう。はい、じゃあお肉、お肉、お好きなお肉一つどうぞ。一組一つですね。はい、よしかー。何かありましたね。ポップ、ポップだったな。おー、入った入った。どこに隠す？ちょっといいの？あ、ちょっと待って。どこに隠そうか。どこに隠す？これライオンがいたところだよ、これ。どこにいるんでしょ？うん。この中に、このお肉入れます。うん。入れますので、もう完全にここを塞いでいただこうかと思います。で、ここの土などをですね、寄せて寄せて。で、結構もう固めていただいても全然大丈夫ですので。うん、隠した隠した。スコップやりたい。スコップやり、スコップやりや。そうそうそう。おぼつかねえな。山にして。石は入れないね、大きい石は。あ、いいねいいね。あ、いいねいいね。ちょっと疲れた。やっぱやるか。どこに馬肉を隠しましょう。どこに置こうか。なんか物で隠すぐらいでいい。あんま隠しすぎるとね、バレないね。あ、上の方でもいいしね。どこに隠したか覚えといてね。端っことか。ここら辺？ここら辺に隠す？うん、そんな感じ。好きなとこでいいよ。こんな感じ。ああ、それでもいいね。そう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 。カッパで隠す。ちょっと隠そう。よいしょ。まあそれでもいいかもしれない。こんだけ隠す。ございます。はい、すいません。
アースがすぐ遊んでくれるかもしれないですし、お肉探してそっちに夢中になっちゃうかもしれないですし。この前はなんか気づかなかったんだって。そう、ライオンさんが気づかないことがあったりもします。かなり鼻は効くんですよね、ライオン。鼻も効くには効くんですけど、やっぱり目で探しちゃうタイプなので、基本的には。それではですね、もう満足された方はですね、もし落とし物がないかも確認してもらいつつ、ガラス前で集合をお願いします。ライオンの気持ちです。じゃあ終了終了。ガラス前にもうすぐライオンさんが出てくると。そうね。あ、来た。あ、来た。やってきた、やってきた。来た。来た。どう？たてがみふさふさです。かっこいいライオンです。でかいな。来たよ。おしっこするとこと、うんちするとこは決まってます。あ、ホテルホテル。掘りました。ちょっとおしとやかな掘り方ですね、今日は。まだ取れない。もうだいぶ来た。どんどん。もう一体いた。取れた。取れたかな。ああ、当たった。ゲットしました。見た、昨日肉見せない。あーって、そうなんですよね。近いね。さっきのおもちゃ、さっき作ったやつね。うわ、近い近い近い。うわ、興奮しております。興奮してる興奮してる。すごい興奮してる。ね。匂いで興奮してんのかな。持ってた。あ、すごい。お、隠したところの近くだけど。参加賞の方を回収したいと思います。はい、うん、見つけるかな。見つからないんだね。やっぱりダメか。ありがとうございました。ありがとうございました。今のね、動物園とね、ちょっと違う視点で、ね、いろんなこと知れたんじゃないかなと。来られるところで、この後も動物園楽しんで回ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。